少しずつね、もう完成に近づいてってる10センチタイルの、10センチタイル状のミニジオラマ。バス停ですね。歩行者、ちょっとつや消し、歩行者のね、服塗ってあげなきゃなんないのと、まあ、見えるかな、こんな感じで。あ、新年ね、電気、上の電気も、取り替えましたんで、パカパカも言わないと思います。で、今、歩行者あとね、3人増えるので、全部で4人になります。で、作ってる最中でして、これ、どうだろう、ちょっと待って。これ、これ、映るかな、うまく。ちょっと待って、これで大丈夫っぽい。これでほら、これ一応バス停のベンチに座っている人です。見えるよね、なんとなく見えるよね。これ、あ、ごめん、ぶつかりました。これが一人目。それから、こうかな。上下逆さ向いてます。サラリーマンです、これ、カバンを持ったサラリーマンで、見通すもの状態です。もう一人目。最後の一人になります。これはバス停の中で時刻表かポスターを見ている女性の方になります。ちょっとここから外してみるかな。こうするか。落としたらやだ。なんとなく見えますね。これらを、塗装していきます。ちょっとまだね、手長いので長めにつけて後で切ろうと思ってたので、残酷だね、頭噛みついて。で、塗装していきます。先に、できているものでちょっとガクっていうか、犬を連れたご婦人がここにいます。これテカってるので、つや消し入れていくのと、タクシーのとこちょっとね、ミラーのとこ汚れたんで、もう一回ボディ色塗ります。こんな感じかな。で、今面白いと思うのは、自分で言うのもあれですけど、道路標識のあるんですけど、その裏側もちゃんとでありまして、もちろん道路標識はこんな感じでなっていて、ああ、よく見えるね、犬連れたご婦人こんな感じになってます。雰囲気出てるでしょ。で、実際この街灯ね、ちょっと大きく作りすぎたのかなと思って現場に行ってみたら、本当にでかいものでした。巨大なものがついてるんだね。で、これから今はね、歩行者を作っていきます。今バス停に座るおばさんの服を塗りました。近い、このぐらい、このぐらい。あれ、さっきうまくいったよね。こう隠しちゃえばいいのかな。まあ、とりあえず小さいので筆一回一回洗うの大変なんで、爪楊枝で塗ってます。
まあ、筆で塗る時もあるんですけど、この小川さんはグレーの服にしようかなと思って、立って自己評価ポスター見てるおばさんが赤い服にしようかなと思っています。あれこれ同じじゃないの？うん、違う違う、いろいろとね、で肌色とかあと足の色とか靴とか、いろいろやっていきます。帽子もかぶらせるかな、そういう楽しみがあるんですよ。2人目のご婦人はピュアレッドという、見えづらいね、さっきすごい怒ったよね。ピュアレッドという赤で服を塗ってみました。これから足とかね、靴とかまた塗ってきますけど、乾いてからこのぐらい見える、こんな感じでやってきます。あとサラリーマンはね、今回黒だよね、スーツ着てるんで。あ、どうやったら映るか分かった、少しズームすれば映るんだ。これサラリーマンです。カバンはちょっと焦げ茶のカバンにしようかなと思って、まあ顔とか髪型もありますけどね、あと靴も焦げ茶色系の靴にしようかなと思って、さっきともう一度見せるかな。よいしょ。うん。ほい。ほい。来た。ご婦人。ね。ピュアレッドのご婦人。ベンチに、バス停のベンチに座るおばさん。おばさん、歌ってちょう。これ一番最初見えたのね、確か足組んでるんです、ちょっとほら、こんな感じです。よしで、おうおう、色味まで変わる。これだと、あ、映った。これであと、髪の毛とか、塗る感じです。はぁ、一人映すの大変だ。次は、ご婦人ですね。ご婦人。頭まだ、塗れない。手も、長さを整えて、足とあと靴とね、靴と頭だから、これはさらに2回の作業が必要になると思います。あ、サラリーマン、この方はですね、手相見てるみたい。カバンがまだで、顔のところは塗ったので、あと髪とカバンと靴ですね、塗ります。よっと、次の工程です。というかですね、おばさんは、実は完成なんですよ、おばさん。座るおばさん、髪ちょっと茶色に染めてる、ね、こんな感じ、靴も履かせました。座るおばさん完成、足組んでます。次がご婦人は、まだ頭の、頭の顔の色もまだ塗ってないですけど、ちょっと待って、ほら、なんかスエードシューズみたいな感じの靴をね、おしゃれに履かせてみました。
ました。はい、サラリーマンさん、あとカバンと、あ、いい靴だ、カバンと靴だね。ほら、男前になりましたよ、すごい。いやー、なんかね、歩行者作るの一番楽しいかもしれない。うん、2人目の歩行者座ってるね。おばさん完成です。なんともセクシーな足の組み方、やばいこれ。犬連れてるおばさんと服の色似てるけどちょっと違うんです。わあ、いい感じだね。あとサラリーマンと、ご婦人ですね、赤い服着た。いやー、楽しいわ。とりあえず完成ですね。あと仕上げの艶消しを服に塗ったりとかします。それからこっちの方にプレートがついたりするので、大体こんな感じで出来上がりましたね。細かなね、補正があるんですけども、大体いい感じで上がったんじゃないかな。なんかね、風貌越しの座ってるおばさんもなかなかいいですよ、雰囲気で。ご婦人はね、ちょっと小さかったんで子供みたいな感じになっちゃいましたね。でもなんかいい感じで上がったんで、次回は、新作とともにこれの完全の完成した状態もお見せしつつですね、紹介していければなと思っています。とりあえず、仮完成ですね。よっと、指どこ行った、ここだ。次回作も作っていきますので、またお楽しみにしてください。上の方ですね、ぎゅっと、ここ、はい、これもできてますんで、こういう感じで、ね、できてますんで、面白いね。もう次ね、どっち作るかとかいろいろ考えてるんですよ。とりあえず完成です。どうもでした。